写真大学、今日はですね横須賀に、小暮徹さんの、自宅兼アトリエに、お伺いしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。前回高原さんのお話ずっと聞いてて、で小暮さんを紹介してもらって、でちょっと遊びに来てしまったという感じの流れでおります、はいはい、よろしくお願いします、はい、で僕は小暮さんが茶屋休みもなくやられてた80年代がちょうどやっぱり中学高校、まあ大学生みたいなタイミングで、で卒業してスタジオマンをやった時に一度だけ、なんかのタイミングで、スタジオのお手伝いで入らせてもらったことがあるんですけど、もともと日本画科に行かれてたんでしたっけ。学芸大学っていう大学だから、はい、うん、美術の先生、うん、でまあ日本画専攻してっていう感じだったんです、うんうん、でそこからどう写真になったんですか。写真には伝統っていう言葉がなかったかな。はい、だからすごく新しく感じたかも。うーん、映像っていうのはね。なるほどなるほど。それでなんかまあ単純に言うと日本画描くのに挫折してるってこともあるんだけど、うん、あとそれでちょっと映像みたいのやろうと思ったりして、うん、ヒョンに記録映画みたいなの撮ってくれみたいな話が来て、はい、作ってみてたら、うん、そこもすごい才能がないのが分かって、うん、なんか似てんですよ日本画とね、映画みたいなとこスケッチして、うん、手を作ってないないとか、うん、どんどんこうやって作されていく、うん、写真だとガチャッと押すと、うん、断面だって分かるような、うん、そんな気がした。うん、なるほど。それで写真が面白いなと思い始めた。だからパリに行かれてからそう思われたって感じなんですか。いや、そんなことないよ、うん、あ、それはその映画の編集終わって納品して3日後ぐらいにパリに行く、うん、もうその時からもう全然ダメだなと思って。でもまあそのね、ヌーベルバーグとかをそうそう大好きだったね、大好きだった時代に、うん、まあ、短編の映画とか作られて、うん、で写真にしようと思ってこうパリに行かれた、うん、それはあるかも。それ何年ぐらいなんですか。73年かな。うん、じゃあやっぱりこう雑誌に力があったんですよね多分。まあ面白かったよね堀内さんとか。そうそう、そこでパリでローレンス・サクマンっていうカメラマンのアジェスさんとやって、うん、それ終わってちょっとスペインに言われて行ったりしてる時に、うん、その間に堀内誠一さんが日本からパリに住むようになって、はい、うん、あ、でちょっと ね、1年ぐらい一緒に住んだんですよ、堀内さんと。そうそう、だからまあそれで写真の話とかいろいろ、まあ、面白いすごい博学の人なんで、うん、いろいろ話聞きながら、うん、毎晩酒飲みながら、それまでは意外と写真をやろうと思ってたんですよ、うんうんうん、なんか全然広告なんてことも全く、あ、ファッションなんかとか全く考えてなかったんですよ。だから一番最初にこう目を開けてくれたみたいな人は堀内さんかもしれない、うん、うまいんですよ写真、すごくいいんですよ、うんうんうん、俺は全く違うような方向の写真だけど、うん、それで何やかんやって日本帰ってこなくちゃなんなくて、帰ってきて一発目の仕事がコム・デ・ギャルソンってパンフレットだったでしょ、はいはいはい、あれが一発目の。だからパリにいる時に周りがみんなファッションピープルで、うちの奥さんもデザイナーやってたりしたんで、アシスタントやったところもファッションカメラマン、うんうんうん、でこれ僕一番最初に撮ったファッションの写真です。これはい、これはじゃあ、うん、パリで撮ってるってことですか。うん、パリとか、うん、スペインとか。なるほど。本当に最初のファッション写真ですね。じゃあロードムービー的な感じで撮ってる。うん、まあそうかな。うん、これはファッセルだね。うん、ファッセルも80ミリしか持ってなかったかも。35と80しかついてなかったかな。そんなんで日本にいる時もアドセンターっていうのがあったんだけど、はい、その本当に歩いて10歩ぐらいのところに、うんうん、僕の友達がビートルズファンクラブっていうのがあって、うん、森永博さんとか、あ、そうそう、博士なんか、はい、いた頃の、うん、これが初版です。ロックボイス、イラスト俺が書きました。
そうなんですね。へえ、かっこいい。本当だ。これエッチングですか？ペンで描いてる。ペンで描いてる。へえ。こういう写真処理とか、フォルアウトとか俺がやってたんだけど。そうなんですね。うん、へえ。この字もなくてさ、写真機で撮った ABC のあれをこう伸ばしてこう。編集局森永博史。書いてあるでしょ。アートディレクター小暮徹って書いてある。何年ですかそれ？70年です。そうか、やっぱヤングカルチャーはここら辺で、ね。これね、ヤマハがお金出してくれて。ヤマハがね。うん。やっちゃえっていう世代ですね。そうですね。これペーターなんですよね。はい。これが向こうに行っちゃってから、ペーターになったんですよね。うん。で、これ70年代ですから、70年ですから、うん、これがあって、パリに行かれて、うん、そうですね。で、帰ってきて、一発目がマコム・デ・ギャルソン。そうですね。ザラザラの時代だったんで、絵がね、みんな。ああ。エイト・バイタンのものとやったんだけど。はい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 。なんか、いつもいろいろ、あるものに反抗してました。うーん、転機になった仕事とかあるんですか？これをやって結構一気にバーッと仕事が増えてきた。ギャルソン見て総演の人が関東ページずっと2年近くやったかな。うん、徐々に広がっていった、ね。うん、でもまあ流行通信で内容のない写真撮る面白い人だなっていう感じは逆にあったかな。ないことはないですけど、うん、自由な ね、うんうん、ちょっとおかしい写真っていうか笑える写真撮ったりする。だからそれちょっとウィットみたいな感じの、そういうもんはまあ好きですよね、多分ね。その一番忙しかった80年代はメインカメラは何だったんですか？基本はね、35mm。それでなんかクオリティが欲しい時は8倍で、だから67mm とか66って使うのあんまり好きじゃなかったです。死ぬことかもなくてもう一気に8倍で、うん、でもクオリティ求めたから、ね。なるほど。ほとんどポジですね。はいはいはい。ポジも前世の時ですよね。そうそうそう。まあ、ポジの方がはるかにシャープさとの情報量があるからね。高原さんがおっしゃってたのは、なんかそのデジタルカメラとかも、うん、まあ、流行通信でですけど、うん、小暮さんが一番最初に使って遊んでたみたいな特集があったり。ああ、まだみんなが使う前ぐらい。フィルムで撮って、デジタルにしてもらって、印刷屋 でコラージュみたいな感じですか、ね。それで少しいじって、なんかペイントされてたりみたいな感じ。そうそう、 最初はフォトショップ 1. いくつでしたからね。でフォトショップ2ってなった時に、こうスマジックをピュッとツルッと弾けるようになって、それで流行通信でやったのね。もう全然 RGB からプリントに行くのがすっごい大変だったの。ドカーッと暗く上がってきたり、それ直せないっていうんだよね。印刷屋の方がそういう意味でこう寄ってこなかったし、まだ相関性がなかったんですよ、いろんなことに。本当にいろんなことを最初にやってるいますからね。高原さんやったの90年とかそのぐらいだね。なんか表紙もずっと撮られてたし。あ、そうし、表紙の頃のねデータじゃないです。あ、フィルムで、フィルムで、フィルム複写、フィルムの複写なんですか。へ、この中にいくつかあるけど、ちょっといくつかちょっと作品を。じゃあこれ表紙ってのはこれじゃない。おお、これ副写です。オルソフィルムっていうのがあって、オルソフィルム、はい、オルソってフィルムは赤いのに反応強いんだよね。へえ、これは今インクジェットで出してるんですか。そうそうそう、スキャンして、なんかね、水滴ば水をバーッと追い出して、長を作ってね、水流して、これがね最後12月号で全部ばらして3枚重ねると。今だとこうかけるみたいなので、2枚合わせたような形になるじゃない、はいはいはい、アクリルみたいなのちょっとぼかしたりして、でこう目の位置だけ一緒にして、なるほど、ちょっとどかどかったの。これもなんかいろんなところに見ますね。はあ、危ないことよくやったね、真上からも。これは下プールで、ライトをいっぱいして、ね、これはこれはね、トランジスタのラジオを1個壊して、はいはいはい、こう仮面につけて。これは何のために撮られたやつですか。これは表紙だけど、面白い。これ最後まで出てこないですか、顔は。出てこないですよ。
まあ、あのキリコみたいな、はいはいはい、キリココピーですね。なるほど。自由だな。横尾さんが AD になったぐらいからすごい使ってくれるようになったかもしれない、うん、これは結構良かったかな。これはテーマは白、白バック、うん、これだからハッセルの作ったんですよ、はいはいはい、それですよね。いい写真とか悪い写真とか、うん、まあ、かっこいいっていうのは問題だったかもしれないけど、うん、なんかポーズじゃなくも、うん、なんかやっぱりなかったようなもの、ファッション写真としてなかったようなものみたいのをよく考えました。なるほど。これも。なるほど。しかもジャンプして、うん、ジャンプするとこれ伸びちゃうんだけど、うん、こうやって立ってるみたく、うん、ジャンプしてもらって、うん、あ、でもだからこういう人のモデルの才能はありますよね、うん、これもこうやって割れてるのを強調したりし、うん、それはどうしようかなと思ったりして、うん、ね、これロケですね。これです。17mm ですね。 17mm 多分ワイドレンズ、うん、超ワイドですね、うん、これちっちゃいとこなんですよ。こんな高さのものなんですよ。うーん、それをこう山のようにして、なるほど、これでっかいものに見える、うん、巨匠シリーズの、うーん、これは売店でこう構成して、あ、焼くときに、いやいやいや、もう焼かポジです。ああ、あのカメラの中で構成、CG とかないですもんね。野菜の美容みたいな。ああ、なるほど。じゃあ大根もすね。バランバランですね。なるほど。ちょっとこれは撮り方が違いますね。これは手前にガラスがあるの。何グレーやってからそこから、はいはいはい、あの大きいのがある、反射を防ぐ、ほんとここ近いとこだけピンやって、あとブワーッとボケる、うーん、今だったらね、うん、なんかソフト使えばね、うん、なんかできそうな感じするけど、これはグッズかな。これ売店だったんですね。そうですね、まあこういうのも自分でこう作ったりするのが好きで、うん、まあこのバッグの色とかほとんど自分で塗ってんで、へー、背景色とか、そうそう、へえ、この切るのもね、うん、羽の、なるほど、これ切ったりするのもそうだから誰かに頼んだらあんまりしない、お金なかったし、むしろ何でもやっちゃうんだ。もうこれサントリーの仕事なんだけど、うん、こういうのもこうアイデアで、うん、イタリアの女の赤い血みたいな形で、うんうんうん、ずっと合いびきの場所で撮ってるの、うん、あ、これを、うん、へー、でそういうのが相手で、あ、イタリアの女の赤い血でこう言ったら OK ってなるのも、その前までグラフィックな、うん、綺麗な乾杯のお写真だったんだけど、うん、なんかもう少し、まあ、シュール感とかね、でもうドロッといきましょうよみたいな、うん、あの綺麗に整理整頓することに対してあんまり興味ないんですよ。うん、我々の仕事 80% ぐらいそういうのが多いじゃない、うん、綺麗にすることを、うん、なるほどね、まあ、これアディダス、はいはいはい、なるほど、これはあれかな、うん、全部紫外線かな、ブラックライトかな、あ、花椿です、花椿、うん、中条さんはどんな方だったんですか。僕もお会いしたことないんですけど、うん、やっぱりなんて言うんだろう、リアル汗とか感情だとか、うん、そういうものをちょっとある形にしてしまう人じゃないかな。うーん、なんか涙を取るときに涙ですよ言って、この形面白いねとかって取るんだけど、うん、そういうのはねすごい似てる、うん、あのすごいだろうとかあんまり思わないんで、かっこいい綺麗みたいんじゃなくて、うん、これもうパッと立ってるんじゃなくてカクッと、うん、なんかいやすごくいいクッと後ろからやれて長いようにモデルに自分出したりして、うんうんうん、あと、うん、思い切ってこうやって叫んでとか、うん、またとかとかそういうことをやって、うん、なんかだからって叫びみたいなの、うん、意味みたいなの全然取りたくないタイプだよね、うんうん、なるほど。これはすごい最初の頃のあれだね、うん、合成は誰かに頼むんですか。いや全部自分でやるんですか、うん、後ろ背景からこう、うん、こういう写真撮ろうっていうのがあって、で実際この葉っぱ、うん、探してきて、うん、それを下になんかしてしながら、うん、位置に置くでしょ、うん、だからこの位置にこれもここの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 なんか妖精みたいなのがいると、ほんでほぼ同じライティングの中で、うん、
なるほど、ブルーバックにして、うん、この自分だとブルーバックだった。写真って平面じゃないですか、うん、で相手は立体じゃないですか、はい、立体でこう今感じてることと平面にこれをした時感じてることが全然違うじゃない、うん、だから本当じゃないわけだから、うん、もう横も上もみんな嫌いちゃって、うん、それも立体が平面になっちゃって、うん、ボケるじゃない、ピントあったとこと、うん、そう、ぼかすことができると、うん、ぼかすことができると、うんうん、人間の目ぼけてないから、うん、だから実際のこう目の持ってるものの形と写真っていうのがこうカラッと違うから、うん、そこにはなんかこれを作れる才能が必要なんだろうなと思うよね、うん、基本的に仕事はのモットーはそんなあなたのお手伝いっていうのが僕モットーなんで、そんなあなたのお手伝い、はい、なんか自分がこう出ていく個性とかそういうのあんまりクリエイティブとかよくわからない、うん、まあ自分が面白いなと思うことは、うん、提案してって、うん、言ってるなもん、うん、まあちょこっと向こうにしか行ってないけど帰ってきてなんかかっこいいだろうみたいな、黒のこう塩ビ服じゃないけど、はいはいはい、そういうものに対してみたらちょっと聞いて、うん、こうやってやってかっこいいだろうっていうようなことやったりする、うん、そうじゃねえだろうって思ったり、うん、例えばコカ・コーラなんかもそうだけど、ビャーっと飛んできたのバシッと飛んでこれがバシャーッと跳ねてる、うん、そこがいいみたいな形じゃなくて、ちょっと取り損ねちゃったこの顔がかわいいとか、うん、なんかそういうようなことをずっと提案してきた、うん、だからこうヒエラルキーみたいのがなくて、うん、だらしなかったり、うん、カジュアルな感じっていうのを、うん、ずっとテーマにしてきて、なるほど、自分はそのこの仕事は髪の毛もらって下の句歌うみたいな、うん、そういう仕事だと思っているから、うん、それが受けて、うん、販売につながればいいなと思ってる、うん、そんなあなたのお手伝いなんで、うん、上の句から下の句まで歌おうっていうのが、うん、皆さんがよく自分とか、うん、クリエイティブとかみんな言ってる言葉に近いかもしれないけど、うん、僕はそういうとこは全くない、うん、だからそれはちゃんと自分が挫折したから、そういう素晴らしいスターでいっぱいいるなってすごいよく分かったんで、俺はそうじゃないと思ってやっていこうって気はすごく、この車のコマーシャルなんだけど女の人に売りたいんだけどって、うん、女の人に売るためにこう考えたんだけどっていうような、うん、そしたらこれはないでしょとかさ、そうでこのとことかとかやりましょうよみたいな、本当に忙しくてぐる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 やってる頃はそこのところでぐるぐる回ってるから目もそういう風になってるし、例えば椿なら椿ってコマーシャルずっとやってたけれども、椿ってコマーシャルやってる時に髪の毛どうやって撮ったらなんかいいだろうとか、そういうようなことはずっと考えながらこう階段降りながら、この角度いいな、女の人がいてとかさ、こうかとかね、何だとか思った、そのアイデアをそのままスタジオ持ってったり、そのライトのことを覚えてたりとかして、外でこういろいろライトのこととか見て、あ、こうだなと思って。ヒントを掴んで。そうそう、それをそのままスタジオに持ってってトライするみたいなことをやったりとかしてて、そういう形でこう探っていくのっていうのはいいですよね。でもまあそれは今 の番組見てる学生の人とか、うん、そういう人たちも多分同じでしょうね。そうやって自分で探していきながら、うん、まあ、ファッションでも広告でも楽しんで、うん、絵とか見ながらね、うん、例えばさっきの台上のこう、はい、写真があったと思うんだけど、うん、この写真なんかはオランダのグロンダルフの絵の豊穣の食べ物をこう置いて、はいはい、ビーッと描いてあるのあるんです、うん、のワイングラスのあれとか、うんうん、とっても写真じゃできない感じで、どうしようかな、うんうん、それでポジポジの面を重ねることを考えた、うんうん、ものすごいあれなんですよ、フラットライティングなんですよ、うんうん、でもそういうふうにやることで倍々にこうフィルターがかかるんで、本当コントラストのそういう絵に近いなと思うのが、インスパイアされてる部分っていうのは結構ある。うん、ピンクのバッグとか昔よく使ってたんだけど、イメージあります。で、まあ、ピンクでベチャッとするんじゃなくて、うん、ちょっとした赤るくするんですよ、
ちょっと帰ってこうクッと立ち上がった感じがするんですよ。うん、それは例えばそういうのも昔の絵画を見たりするとこう屋根がこう、うん、書いてあって、何があって巻物の、うん、これこう赤い柱がこう書いてある、こうふーっとこうやってボケるの、あとここに石突きのある柱の作るところがプッと書かれてたりする。なるほど、このとこ抜けてんですよ。なるほど、そうするとねこうビタッと書くより立ってんですよ。なるほど、いやなるほど、こんなものとかね、あの絵画とかからにも学ぶことがいっぱいあるってことですよね。そうだね、うん、例えばその本当にバルガスっていう女の人の子、あのプレイボーイのノート書いてた人の、うん、あれもよく研究したんだけど、うん、ハイライトのとこにエッジがこうちゃんとあるんですよ、うん、写真ってハイライトのとこ、うん、例えばこう打つと、うん、ここが飛んじゃう、うん、それどうしたってるようにできるかなと思ったり、うんうんうん、それよく考えました、うん、画面ギリギリまで黒で切ってとか締めていくとか、うん、いっぱいそういうこと考えましたね。ライトのことはライティング面白いですよね。面白いですね。そういうので、うん、小暮さんってカメラを使って遊んでるっていう感じがすごいします、ね、ありがとうございます。いえいえ、どうも。なんかある時代が終わろうとしてるような感じするんで大チャンスだよね。こうなんかこうこれだけいろいろ揺られて生活とか習慣とか人間との付き合い方とかなどとか変わっていく中でパッと共鳴できるような絵っていうかな、ビジョンっていうかな、そういうものを打ち出せる人はやっぱりみんなから共感を得るんじゃないのかな。なんか今の価値を否定してアンチなものをやればいいっていう話じゃないんだけど、なんかそういうようなことをやりたいと思ったしやってきたような気がします。